はい、鏡翼です。今回はニュアンスを取るという話です。前回まで短いフレーズに関してやってたんですが、まあ、せっかくなので短いフレーズ、耳コピするって言っても、音程とリズムを取って、まあ、前回までは、ドゥダディーブダダっていうのをやってましたが、音程を取って楽譜に、まあ、書く人もいますし、そのまま覚えちゃう人もいるんですが、これ、ニュアンスを取らないとすごくもったいないんですよね。で、まあ、ちゃんと練習する人は、ソロをワンコーラスない、ツーコーラス少し長めにとって、もうユニゾン、元音源に対してユニゾンできるまで練習する人もいるんですが、今回はこういう短いフレーズだけでもそれをした方がいいという話です。ウェス・モンゴメリーの映像を、リンク貼っとくので、これですね。かっこいいですよね。これだけでグルーヴが出てるんですよね。というような感じです。で、これの一番初めのフレーズを使ってたわけなんですよね。ドゥダディーブダダ。で、これをちゃんと、ユニゾンできるようにこのフレーズだけで、今ちょっとループ再生にしちゃいますが、ピッ。こんな感じですね。で、これに対して、こういう感じでユニゾンしていきます。で、伸ばしているところ、音を切っているところ、まあ、音階の長さとか、これ、do that.ブダダ、こういう強弱まで全部真似ちゃいます。ドゥダッティーブダダ、ブダッティーブダダ、ブダッティーブダダ、ブダッティーブダダ。で、自分の中で全く同じように感じるまでひたすらやるわけですね。そうするとこのフレーズ自体がかっこよく感じるようになります。もしこれが楽譜に書かれててドミファしか、まあ、楽譜のところから、楽譜情報って、まあ、大枠のリズムと大枠の、大枠のリズムと音程が書かれてるだけなので、そこをそれをどういうふうに音楽にしていくかっていうのが、その人のセンスに委ねられる部分が多いんですよね。ですが、こういった耳から入る情報っていうのは、もっと限定的なものになります。ドゥダッティー、ブダダ。もっと細かい情報が入っているということですね。ドゥダッティー、ブダダ。で、これをやっていくと、まあ、このフレーズはこういうなると。で、例えばその次のフレーズ。このフレーズも、まあ、完全にブルーススケールって感じですが、ドゥデッドゥ、ドゥデッドゥデディダディディロリディド、ドゥデッドゥデディダディディドゥ、ドゥデッドゥデディダディディオリディ。ちょっとニュアンスどうしようかなっていう感じですが、ドゥデッドゥデディダディドゥ、こんな感じですね。うん。で、例えばギターに対してベースでやるならどうやったらそのニュアンスになるかっていうのを考えながらやるだけで、すごく、表現の幅が増えます。そしてイメージとして、捕まえられる、部分が増えてくるので、実際自分がそういうイメージをしたらそういうふうにちゃんと弾けるという状態になってきます。というわけで、今回は、なんだっけ、何の話題だっけ、短い振り、ニュアンスまで取るという話でした。ニュアンスまで取るだけで音楽的な表現の幅が広がるので、ぜひ試してみてください。はい、かがみつまさでした。ではまた。